カレーとバンジージャンプ。あ、ねえねえ見てこれ、なんだかすっごい面白そう。うわ、また始まったよ。オミ、耳元で大きな声出さないでよ、目が覚めちゃうじゃんか。ねえな、もうすぐ電車来るぞ、起きてなよ。あー、無理そう。よし、じゃあ置いてく。また明日ね。ちょっとさあ、ねえな、置いてっちゃダメでしょ。というか、なんで二人とも私の話無視するのよ。無視したいから。寝たいから。もう、ほら見て、見ろ、ここのページ。わかったよ、もう。何？パークランドでカレー&スイーツフェア開催？そう！地元名店のスイーツが30点勢揃いだって。そこは全国名店にすればいい。だな、微妙にローカルってか、地域色を押し出すよな、パークランドって。この辺の小学校の遠足で一度は行くし。地方のアミューズメントパークの生き残りは地元密着にかかってるんだよ。うわ、すっごい受け売り臭い。海って情報通っていうより情報に流されるって感じだよね。なんかひどいこと言われてる。 とにかく入場券だけでケーキが30個も食べられるんだよ。1人10個だよ。そんなに食べてどうすんだよ。ん？こっちの絶叫滑空回転バンジージャンプリニューアルっての面白そう。回転率 120% だって。その回転率ってどっち？バンジーの方？お客の方？それってどっちでも一緒じゃないか。滑空で回転でバンジーって、それ紐ついてるのかね。ついてなかったら飛んでくだろう。怖っ怖っ。なんで美味しいケーキがあるのにそんな怖いことしたいって思うわけ。いや、楽しそうだろこれ。ささってわかんない。ほら、怖い目にあった後の方がケーキが美味しいかもしれないだろ。なわけないって。ねえねな。おぉ、呼んだ。起きろ。ねなはバンジージャンプとケーキどっちが楽しみ？やっぱケーキだよね。このカレー美味しそう。20種類のカレービュッフェだって。待って、ナンライス別料金って書いてあるぞ。何がやりたいんだろうね。ここに来て第三の選択肢？面白くなってきた。そうか。というか、遊園地がカレーとケーキで客つってどうすんだって。一周回ってまだ迷走してるって感じだね。確かに。カレーとケーキとバンジーか。どれにしようかね。なんで遊園地でその三択に悩まなきゃいけないんだよ。謎の組み合わせだよね。とりあえず次の日曜日でいい？あ、やっぱり行くことになるんだ。海が見つけちゃったからね。そりゃ3人で行くこと前提だろうよ。ダメ？ダメってわけじゃないけどさ。はあ、日曜は寝てようと思ったんだけどな。電車代か入場券のどちらか出せよ。私はライスと何の代金も欲しい。ちょっと、なんで二人とも私にたかろうとしてるのよ。ひどい、友達じゃん。友達だからかな。付き合ってやるんだからそれくらい出せ。みんなで分かち合わないとダメ。電車賃も入場料もバンジージャンプもカレーも。私がケーキを食べて、笹がバンジーで飛んで、ネナがカレーを食べる。見事なチームワークよね、私たちって。ちょっと待った、私にもなんか食べさせろ。じゃあこれなんてどう？何？超素敵メロンパフェ。なんでメロン？メロンはメロン。メロン1個をくり抜いたアイスとクリーム。もちろんメロンもたっぷりのパフェだって。これ一緒に食べよう、ササ。ねえ、これ1個で4人前って書いてあるけど。さすがメロンだね。お客様も大満足。おい、いや、ササが一緒に食べてくれるなんて大助かり。私今ダイエット中だからさ。こないだ失敗したって騒いでたのにまたやってんのか。失敗したからまたなんだよね。二人がいじめる。泣きまねうっざ。
ダイエット中なのにケーキフェア行こうなんて言ってるから失敗するんだよ。二人はいいよね。ダイエットなんて全然しないんだから。それなりに気をつけてるんだよ。寝てればカロリー消費しないから食べないで済むからね。裏切り者、友達なのに。裏切ったら友達じゃないだろ。裏切り者でも友情に変わりはない。うっざ、死ね。いつものいただきました。メロン、メロン、メロンがいいの。海、メロンカレーってのもあるってよ。お化け屋敷で怪奇メロン怪人が出てるってさ。いずれなんか違うだから超素敵メロンパフェ。はいはい、わかったよ。ねな、お前も一緒に食べろよ。まあいいけどね。じゃあこれ貸しね。さあさあチケットくからね。なんで私の借りになるんだよ。それじゃチケット予約しておくね。楽しみ。絶対お前らにもバンジー飛ばせてやるからな。はいはい、それじゃあ話終わり。私寝るからね。こら、ねな寝るな。電車来たよ。おやすみ。